フルメの音楽盛り上がったぜ、はい、したいなと思ってますので、よろしくお願いします。年齢というか雰囲気に合ってきたなと。練習的な部分が勇気を持って出さないんですね、広がらない。久留米ふるさと大使に任命されに来ました。前回久留米ふるさと大使に就任したマスニー。就任後初仕事は新人ミュージシャン発掘オーディション久留米ライブチャレンジの審査員。今回はその裏側に密着。じゃあ本番よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いや今年はなんかレベルアップして本格的な審査になりそうですね。そう点数つけたいっていうので会議で言ったの、はい、でシステム導入されたね。すごいですね。緊張感、緊張感がみんな声出ししたりそれぞれ過ごしてます。こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。3人の審査員合計点数は合計250点です。発表は全員の演奏が終わってからになりますのでお楽しみに。何すごいポイントが出るの、ま、点数発表のリハが行われてます。いいね、ドラムロールもあってました。たまたまかもしれんけどみんな赤黒貴重です。赤ですよね。まあ俺も赤黒ですけど、ね、確かに偶然これ打ち合わせされてないですもんね。うん、ない。なんでみんなたまたま赤い。じゃあ始めても本当にたまたまですか、はい、2人はマツニーの後輩バンドマン。マツニーと共に久留米ライブチャレンジに携わっていました。マツニーが通っていた久留米高専の後輩バンドマンで、当時のバンドマンは、バンド名をどうぞ。ミドルハント、ミドルハント、ミドルハントっていう、ミドルハントですね。ミドルハント、以前相良さんが主催したライブイベントの発表記者会見に墓場で潜入させてもらったり、そこでたまたま勤務中の高松さんに再会したり、隣の部署にいたわ。あれ何が合ってるなのか思ったら、あ、スクマさん、そうそう、もう無理です。後輩のバンド、高専、高専のバンド出る。よろしくお願いします。改めてちょっと自己紹介とお名前をちょっとお願いします。久留米市の広報戦略課長の柴田です。はい、柴田さん、よろしくお願いします。久留米市役所の高松です。はい、高松さん。同じく久留米市役所の今村です。今村さん。同じく久留米市役所の園長です。うわー、市役所の方が勢揃いで、はい、めちゃめちゃ緊張するんですけど、こういうイベントって増えてくるんですか。そうですね、今回から松駒さんにスペシャルアドバイザーという形で就任しまして、今後また、ボリュームを上げてというか、松駒さんが就任して、久留米の音楽盛り上がったぜ、はい、したいなと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ぜひ、久留米のバンドマン作ってください。お俺たち久留米のバンドマン、はい、この YouTube が俺たち博多のバンドマンっていう名前なんですけど、はい、久留米に来た時だけは俺たち久留米のバンドマンです。僕は帰りません。俺たち久留米のバンドマン。はい、ありがとうございました。じゃあ失礼します。まあ、ちょっと今から注意自分審査員の時に自分出るのですごいプレッシャーじゃないですか。しかもそれ結構先ですもん。先だっねえ、お前に審査されたくないよ。大丈夫、緊張して死んだ人いないから。緊張するときは息を吸ったらいい。そしてはい、 OK、 ステージでも、うん、頑張って。それでは本日の審査員を紹介させていただきます。松駒啓太様です。好みを排除してどんなのがいいですかと聞いて回るといいかな。
は2月24日に開催します。久留米ライブチャレンジ2023ファイナルステージへご出場いただきます。まだ大変です。調整者やるんやね。忘れとった。リーダードラム22台前。いいよ。前ね。え、辻先生、だって辻先生、俺の時に新任で入ってきたんだもん。なべちゃんなんか卒業した後入ってきて。どちらかな。ああ、そういう受験みたいな。今ってやったんだったら俺いいと思う。うん。一曲でもらおうか。英語で歌ったら。アーティスティックに見えちゃった。それ2曲目は割とヒップホップスだったから、何がやりたいんだろうみたいな。そこはまあ今回したもんね。今していいか分かんないんだけど、各チームは、なんかこれ、すごいなんか、優しい感じなんだけど、はい、多分最近、でもやっぱりちょっと、かぶりさんの音楽性だったり、アートとか、かたくんが押し付けてくるところがある。そこがないよ。そういうところにある部分が勇気を持ってさ、広がらない。で、ついてくれるから、進化したい。はい、本当はパワーが。もう、すごい良かったから。ありがとうございます。あなたもすごいいい声してた。ありがとうございます。ありがとうございます。また曲聴かせてください。また曲聴かせてください。ありがとうございました。ありがとうございました。どうぞ、倒ってね。ではね、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れした。ということで、お疲れ様でした。いや、長かった。ノン休憩ですよ。はい。いろんな兄貴見れたでしょ、はい、今日一日で凝縮されましたね。ふるさと大使に任命する兄貴、はい、市長からメッセージもらう兄貴、はい、バスセブンツーの兄貴、うん、はい、審査員の兄貴、はい、そして高校の先輩の兄貴、はい、もう盛りだくさんでお届けしましたね、はい、今からですね、久留米の先輩の居酒屋に行きますね。直樹先輩の直樹先輩ですね。じゃあ行きましょうか。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今めちゃくちゃエモい絵だと思う。ハズマス、今めちゃくちゃエモい絵よね。いやいや、エモいっす。俺がエモい。ここっすよ。カスタムミュージックサービスに。カスタムミュージックサービスは、マツニーが若い頃に働いていた楽器屋さん。その時知り合った人たちとの縁は未だに続いています。今回ともに久留米ライブチャレンジに携わった高松さんや相良さんとマツニーが出会ったのもこの場所でした。ここに俺の水色のケースを置いてホンダトゥデイ、ここにここにトゥデイ、トゥデイ、ほら上がります。ここですよ、ここです。朝ジューシーしてこう30分かけて窓を拭くわけですよ。いやー、だってどれだってお前何十年ぶりにカスタム来たんで。あ、そうですね。そうだ、そらしたよ。バンドやめるっていう日に60万のベース売られたけど、いろいろここでいろいろあったりする。ここが僕が若い頃語りした伝説のカスタムミュージックサービスです。ね、今も営業中です。それで高校生時代の彼らが来たりとか、いた買うわけじゃないかして、ダラダラしてたんですよ。だから高松が金貝ってやつがいて、ここで俺がエスポール売ったんだけど、金貝が今ペドとかロッキオンジャパンの PA やってます。ブルーウェイカウントの PA、 セカンドキックでバンドやってて、ギターが金貝でベースが高賀健は今オフィシャルヒゲダンディズムのミックスでやってるんですよ。みんなそういうやつなんですよ。これすごいね。懐かしいの看板がそのまんま変わってない、変わってない。30年くらい俺がいた時点でもう20年以上いや本当カスタムはやばいすごいね。本当の出会いですよ、松隈さんと。本当にそうなんです、ね、青春です、青春です。